はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。外役カスゴミチャンネルへようこそ。さあ本日なんですが、皆さんレギュレーション戦は楽しんでいらっしゃいますでしょうか。私ですね、レギュレーション戦見ていただいたら分かると、今現在撮影日、7月の22日なんですけれども、7月の21日、初日でね、デュエルキングを達成しました。レギュレーション戦でこちらのデッキでね、どんなデッキかご紹介していきましょう。ハイランダーカスゴミ外役デッキです。およそ人間のクズみたいなカードをめちゃくちゃたくさんぶち込みまして、ヒーローフラッシュっていうスキルを使った外役フラッシュっていうデッキですね。めちゃくちゃ強かったです。で、1個先に注意点だけ言っておくと、このデッキ基本的にはまあ外役ムーブをして、ブルーレット置くだけ戦術をするんですよね。引いたカードを全部置いていくだけっていう、ことなんですけれども、一応ですね、プレイングありまして、意外とヒーローで殴るっていうこともするんで、これネゴスフュージョン一応入ってますんでね、ヒーローで殴るっていうこともしますので、外役するだけではなく、ぶん殴れる外役っていう、そういう感じですね。で、ハーピーのカリバデッキ、あれ勝てません。あれ勝てないんですよ、あれ。あれ勝てないんですけど、あれがいなかったらいけます。なんか、僕がやってたゴールドランクでは、ね、全然いなくて、ハーピーデッキがね。なんで、強かったんですよ。この外役デッキが。めちゃくちゃ強かった。で、ハーピー以外の、対ハーピー以外の勝率、多分ね、マジで、盛らずに9割くらいあるね。盛らずに9割ある。勝率。めちゃくちゃ強い。使ってた感じ、マジでずっと一生勝ってたから、めちゃくちゃ強いと思うわ。ほんで、どういうね、ギミックなのかっていうと、このヒーローフラッシュっていうスキル、これね結構強くてですね、自分のターンで数えて2ターンごとに、ターン開始時にカードが追加されるんですよ、手札に。順番2ターン目ヒートハート、4ターン目エマージェンシーコール、6ターン目アールジャスティスみたいな感じで追加されていくんですね。つまり、まあ、もちろんこれ使うこともできます。エマージェンシーコールを使ってね、ヒーロー持ってくるっていうことももちろんできるんですけれども、これコストにできるから、手札コストに、手札コスト増えるんですよ。だから因果切断とかサンダーブレイクとか神の節理とか、そういう系のカードのコストにしていけるっていうことですね。天罰とかで、これね、残念なお知らせがあって、これヒーロー通常モンスターが4種類以上存在するデッキを設定しないとこれ使えないんですよ、このスキル。なんで今日はゴミとゴミ、およそゴミであるこの通常モンスター4枚も入れて、デュエルをしなければいけないということですね。見てください、このレアリティすごくないですか。レアリティもうほとんど UR と SR で、もう R と N がもうメインデッキでは4枚しかないっていうね、やばいこと起きてるんですよ本当にね。このデッキね、ゴミです。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。先言っとくんですけど、このデッキですね、対戦時間が長すぎて、さっき見たら16分デュエルしたんですよ。マジで迷惑だと思う。これ使う時の注意点はマジで長いから、1試合1試合がデュエルリンクスってスピードデュエルって言われてるじゃないですか。マジで長いんですよこのデッキ。こういう反動になるんで、めちゃくちゃうざいじゃないですか。やばくないですかこれ。これね、ほんとね、めちゃくちゃうざいから、使う時は自分も覚悟してサンダーブレイカー強いわ。前破壊、前破壊が鬱陶しかったんで、まあ別にいいでしょう、それは。まあ刃物バリア、ウェイフォースがありますからね。まあ、なりますでしょう。さあ、用途シュラメンの効果。はい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 。それでワンドローワンスが入りますね。はい。で、ハデスと。オーケー、いいだろう。ハデスはいいだろう。さあ、終わらないマナジゴク。いや、強いね。バージェストもハルキケニアを回収して、カードを戻していく。いいだろう。まあ、そんなに痛くないですね。マッシブウォーリアーさんの効果で、マッシブウォーリアーさんは戦闘では一回破壊されない。よし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 。ヒーローフラッシュでカードが一番増えたぜ。いやー弱い。なんて弱いカード来たんだ。弱すぎる。
これは正直ネタで入れました。正直このカードはいらないと思います。入れない方がいいと思います。これはマジでネタで入れてるんで。お、なに？お前波紋ケアうまいな。やるじゃん、覚悟せよ。やるよ。モンスターでダイレクトアタック。まあとりあえずでも一回カイトロイドはちょっと温存して、波紋じゃない感じでいこう。波紋じゃないよみたいな顔していこう。さあ、ね、ベイルさんを。これ、ね、波紋のバリアはね、エクストラデッキから出てきてるモンスターをね、デッキに戻してもね、デッキの枚数は相手増えないんでいいですよね。まあ、これ天罰は長強いんじゃないですかね。落とし穴とかいうカードマジでいらないな。ガチでいらんこのカード。あまりにも弱え。はい、いいだろう。さあハデスで攻撃していく。分断の神引きたかったですけどね。波紋のバリア、ウェフォース。何？フレンドリファイアやるじゃないか。あ、落とし穴が、落とし穴割るなよ。俺の落とし穴割るなよ。ターンエンドだ。あれ、終わらないマナジョーク一回使ったからもうアドバンテージを回復されることはないな。さあこれでエマージェンシーコールを引いていく。これでエンドして、あ、やべ、間違えた。エマージェンシーコールを使うのせた。まあいいや。エマージェンシーコールを使ってヤーマー持ってきておくべきだったか。まあいいか。天罰あるんで、まあなんとかあるでしょう。モンスターを影物？ああ、なるほど。影物効果使いますか？セット。バトル影物が使わない。行くぞ。なるほど。もう引いてんのかな。レベル3のなんか中南入ってると思うんだよね、多分ね。カイトロイドも隠していこう。俺のターンか。さあ、俺様のジャイロイを来た。ブルーレット置くだけ。ブルーレット置くだけでエンド。ブルーレット、あ、間違えた。やべえ。ちょっと待って、毎回、あの、エマージェンシーコール使うの忘れるんだけど、なんで？やばい、ちょっとね、あのエアーマンはね、持ってきてた方がいいんだよね、基本的には。あー、なるほどね。で、あれですよね、あの、あやかし神の方ですね。で、あやかし神強いんですよね。あやかし神バチクソ強くて、で、これを天罰でバチクソやっていくと、ふん、カウンタートラップ発動。むずこれ、コスト基本的には、まあ、魔法ガードでいいんだけど、一応ヒットハートは結構使えるから、打点アップする。うお、なに、ドラゴンズミラー、そいつだって。さあ、墓地のアンデッドモンスターを、2体除外すると、はい、ドラゴネクロが出せる。で、ドラゴネクロは別に、でもそんなに、で、影物の効果で、除外されているモンスターを特殊召喚できるが、あやかし神は一旦に一度しか特殊召喚できないから今はできない。なので、それを出すしかないと。 OK。ドラゴネクロはね、あの、守備表示モンスターにはマジで無力で、相手のモンスターを戦闘では破壊できないっていう効果があるんですよ、ドラゴネクロ。その代わりに、なんかその、トークンを出すっていうね、効果があるんですが、はい、いいでしょう。この方がモンスターの戦闘からダメージステップ終了時に、あ、何？何？さあ、やるじゃないか。モンスターでダイレクトアタック。これはさすがにカイトロワイル、カイトロワイル、モンスター効果、はい。いや、これやばい、これやばいぞ。これ耐久できるのか、これ。ちょ、ライトニングボルテックスで、ライトニングボルテックス。あ、サンダーブレが強い、サンダーブレが強いわ。で、エマージェンシーコール発動。いや、カードがさ、増えすぎてさ、発動するカードどれなんか忘れるんだよね、この辺。き手札にめちゃくちゃカード増えるから。エアーマン召喚、エアーマン効果でヒーローを持ってきて、これをコストにサンダーブレイクを打っていくっていうスタイルね。で、R ライトジャスティスもこれ使う説あるね、これ結構。で、R ライトジャスティス打って相手の伏せカード割って、さあ、 R ライトジャスティスの効果、バージストもハルキーニア、まあいいだろう、いいだろう、よろしい、問題はない。そしてカードを1枚セット。はぁ、あ、もう終了始まる。これでね、ドラゴネクロをエアーマンでぶち抜かれる、エアーマンをぶち抜かれるとやばいんですけど、ここでサンダーブレイクとこのヒーローフラッシュで増えた手札が結構効いてくる。もういらねえわこれ、もういらねえわこれ。さあ、エロメンタルヒーローネオスさんは出ていきましょう。ハルキケニア、いいでしょう、いいでしょう。そいつは沸かしたところであんまり意味はない。よし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 。ダラウ！リアクティブか。引かんねえな。なるほどな。さあ、カードを1枚セット。さあ、そしてこれはクレイマンをセットでいいんじゃねえか。
エクシーズするのもあるけどな。エクシーズしに行ってなんかそこの人が踏んでも嫌だしな。セット。いやこれもう殴んなくていいんじゃね。殴んなくていいでしょこれ。これでいいや。これからドロー。一切攻撃しないっていう。エアーマン出しといて1ミリも攻撃しないっていう。これが本当にヒーローの戦い方か。デスサウナいいだろ。ランク4入ってるこれ。これランク4入ってんのかな。ランクピラミッドサードオッケー。ランク4入ってる。いや入ってないと思うんだけどな。もうエクストラそんなないでしょ。もうシンクロモンスターでほとんどなんじゃないの。あ入ってんのマジ。デッドレシーンやばいね。それはやばいね。あのリアクティブアーマーをなんとかして。バトルだ。バトル。なるほど。覚悟せよ。あモンスターで攻撃。半エンドだ。マジで攻撃長すぎて迷惑だろ。さあヒーロークラッシュの効果でおオーバーソウルを。おオーバーソウル。おオーバーソウル。これする必要あんのか。これ反転したっていうか、これちょっと一回エクシーズして、これマエストロークで、マエストローク出しといて、これ破壊耐性得た方がいいんじゃん。もうあれだからね、因果切断もういってるから相手言うて、このマエストロークを処理するの結構大変だと思うんですよね。で O オーバーソウルも使って、で O オーバーソウル効果でエレメンタルヒーローネオスさんを特殊召喚していく。伸びる伸びるストップ。あーあれ攻撃反応系だろうね、あの伏せカードね。次のターン殴ってもいいかな。次のターンちょっと殴りに行きますか。攻撃反応系封印しよう。ネオスでもうネオスいらねえから、別に別にいらねえ。このモンスターは分断でも次元幽閉でもこのあのリアクティブでもなんでもいいわ。ちょっと使えそれ、それ使え、その伏せカード。サンダーブレイク。なるほどなるほどな。あーいいだろいいだろ、全然いいよ、全然いい全然いい。よし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 。もうきついだろこれ、相手相当きついだ。これで8分ですよ。このデッキ長い、自分も疲れます、使ってて。さあお相手の方はシャークさん。サメの領域も結構ね初動札多いからね強いと思うよ。はい、まあデッキに多分すると思うけど、もうあの撮影終わってんだけど、どこで公開するか分かんないけど、ネオスフュージョンはもう打とう。ネオスフュージョンはこれだってネオス次のターンに切ったらもう元も子もないから、ゴミをね一回デッキの中のゴミを掃除していこう。これジャイロでいい。でエロメンタルヒーローブレイブネオス出していく。でセットセットでエンド。さあなかなかで手札コストはねある程度残しておいた方がいいです。はい、カードね増えますけどね手札は。さあどうする。ランタンシャークいいだろ。ランタンシャークの効果ほう。さあで、手札から水属性モンスター一体を特殊召喚できる。さあ何が出てくる。サイレントアングラー、あそれはあんま強くねえな。はいはい、いいよ全然全然いいです、全然 OK。さあ一体何が出てくるんだい。深淵の闇は何だっけ。バムドバムドッケバハムドッケバハムドシャークバハムドシャーク。これはねこれはね裏側にしてね、あのねあのフィッシャーチャージが嫌なんで、魚族出されてフィッシャーチャージが嫌なんで、ちょっとこれ一回ね裏側にしておきましょう。バハムドシャークはねあのエクストラデッキからね魚族出せるんでね。さあこれで一応戦闘破壊をしていきたいといったところ。うわ弱弱弱弱すぎるだろ。これがねこのデッキのねダメなところですね。あの通常モンスターってゴミが4枚も入ってるんで、デモンチェーン、まあいいわデモンチェーンはしょうがない。これがマジでねゴミ。さあそのプセカードなんだって話だな。バウムドシャーク、ちょフィッシャーチャージがマジで嫌なんだよね。あのカードさ結局1枚破壊して1枚ドローだからさ、1日交換されるんだよね。オーバーレイユニットを1つ使い、はい、バハムードシャークの効果、いいだろう、いいだろう。ゴッドソウル、さあゴッドソウル入れよ。誰やカードをセット、シャークカイゼル誰やねん。俺はこれでターン、誰やねんモンスター来た。いやーこれ魚族、これフィッシャーチャージくせえけどな。ライトニングボルテックス打つか。でもデモンズチェーンされてるから意味ないんだよな。
ょっとあんまり意味ないんで、ちょっと一回ね、待っときましょう。一回待ちましょう。ネオスフュージョンがありますから、一応戦闘では破壊されないっていう効果あるんで。オーバーレイユニットを一つ、はいはい、バームドシャークの効果、さあバームドシャークの効果でもう一回ランク3のモンスターを出していく。ナイトメアシャークいいだろう。さあナイトメアシャークを特殊召喚していく。上重ねるか、フルアーマー、あ、入ってるね、オッケー。フルアーマーのブラックレイラーさん来た。こいつは戦闘で相手モンスターを破壊すると魔法トラップを割れるっていうことを持ってるんで、ここでジゲイフですね。さようなら、さようならブラックレイラーさん。お前は破壊耐性があるらしいが除外には無力。じゃあな、ブラックレイラーさん。何貴様やるな、貴様なんかやるな。それで次元優位を回復してくるとは、なかなかやりやがるじゃねえか。さあヒーロークラッシュでいいエマージェンシーコールをクラに加えさせてもらうぜ。グランモール、なるほど。とりあえずいいエマージェンシーコールを発動。いいエマージェンシーコールの効果によってエロメンタルヒーローエアーマーをクラに加えていく。これはさ、モグラじゃない、これキチックモグラでしょ、これこれどう考えてもモグラだろ。いけモグラ、行くぜグランモール。いけグランモール。バウンサー。ゲーグランモール。くそーくそー、俺様のグランモール。まあ、ライオニングモルテックスあるんで、まあ割と強いんじゃないですかね。結構あのハンド的にはエアーマーあるから。一応これネオスは抜けないんで。はい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 、いいですよ。あ、でもネオス抜いてくるかこれで。あ、でもああそうか、ネオス抜けるのか、あそっちか。ネオスは抜かない。ネオスフュージョンの効果発動。まあいいや、とりあえずライトニングボルテックス打てるし、でここで俺様のターン。よし、圧倒的温存した甲斐があったぜ。まずは手札よりマジックカード。これコストむずいね。まあさすがに、さすがにスパークマンかな。ライトニングボルテックスの効果が発動。手札からスパークマンを墓地の送り、てめえの表側表示モンスターを全て破壊させてもらう。 FA ブラックレイランサーは破壊耐性を1回持っているが、エアーマンのモンスター効果発動。フィールド上の自身以外のヒーローモンスターの数まで相手の魔法トラップカードを破壊する。さあデモンズチェーンを割らしてもらった。行くぜ、俺は進みバトルだ、行け。エレメンタルヒーロー、ブレイブネオスでアタック、ゴー、よし、いけ、エアーマンでダイレクトアタック、よーし。外役なのに、外役なのにめっちゃ、何最後やるじゃないか。外役なのにさ、記憶だけ転換できるの結構すごいよね。ただこれ言うて結構辛いのは、あのスパイダーシャークが残ってるから、スパイダーシャーク出されると割とね突破されるってのは言ってほしいですね。なるほど、まだカッターシャークとかは残ってるかもしれないんで、もしかしたら普通にあのスパイダーシャークが出てくる可能性は結構ある。ヒートハートで打点上げても意味ないからな。これあれだったらランク4を作れるように一応あれだったかもしれないね。ヒートハートのじゃなくて、あのスパークは残した方が良かった説ある。ヒーローフラッシュ、あれ、あーそっか、魔法トラップカードは、同じ数ないといけないから2枚でしょ。だから1枚だから天罰を置いといて、でライトジャスティスして相手のカードと自分のカードも叩き割って、そしてヒートハートして貫通能力得る。僕のブレイブちゃん貫通します。バトルいきます。バトル、さようなら、よっしゃー。外役デッキですけどね、殴ることもできるんですよ。さあお味の歌、ヘルカイザー、珍しいね、ヘルカイザーはね、あんまり、なんだろうな、裏サイバーリー奥義かな。サイバーリー奥義は使えないんで、裏サイバーリー奥義とか融合の使い手とか系かもしれないですね。まあハンドはめっちゃでもないか、まあまあ強い、なかなかに強いハンドではあるが、これね普通にヒーロービートとかできるんだよね、このデッキ。これデッキ気づいたんだけど、強い点に気づいたんですけど、外役デッキなんですけど、あのシンプルに殴り勝つっていうこともできます。これヒーロー入ってるんで効かんねえな。
とりあえず一旦ネオスフュージョンに打つね。さあネオスフュージョンの効果発動。ネオスフュージョンの効果によって俺はエロメンタルヒーロー誰とでもネオスと、俺はジャイロでいい。とりあえずね、これね、助けるとか入れてもいいかも。あの防御だとして、でもネオスフュージョンのためだけに入れるのも微妙だけど、まあ、こうしてあれとかもいいかもしれないね。なんだっけ、あのシールドウォーリアーとか、シールドウォーリアーとかは戦闘では明かされないみたいな効果を持ってるんで、それもって、あ、おお、スインバレーが危ねえな。デスペラードが出てきたら結構ね、メモを当てらんないみたいなとこあるもんね。まあ、次元幽閉とかあるから、まあなんとかなるとは思うけど、トラップカードかというから。さあどうする、エルガイザー機械族デッキ、コズミック、なるほど、機械族デッキかな。さあライフポイント1000払い、次元幽閉が抜かれた。まあでもこれトラップ2枚強いから、まあなんとかなるとは思う。融合の使い手発動、手札を1枚戻して融合を手札に加えていく。さあ融合を使っていく、手札融合。これ何が出てくるの、まあ、何が出てきても怖くないからね。サイバードラゴン、サイバードラゴン、あ、残念でしたね。落とし穴ほっときました。てってれー